ニューストピックスです石川県が来年にも燃料電池車通称 FCV に燃料の水素を供給する水素ステーションを金沢・能登に1カ所ずつ新設します石川県によりますと県内で同様の施設が設置されるのは初めてとなります水素は化石燃料に代わる新たなエネルギー源として注目されていて 二酸化炭素を排出しない FCV の普及を促すことで脱炭素化を加速させる狙いです。 今日はこの話題について、政治部の森記者に聞きます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですが、水素ステーションとはどういった施設なんでしょうか。はい、水素ステーションは FCV と呼ばれる燃料電池車に燃料となる水素を充填する施設です。FCV はガソリンを使用せず、走行中に二酸化炭素を排出しないため、脱炭素化社会の実現に向けて全国で設置が進んでいます。 電気自動車がフル充電時の走行距離が200キロから300キロくらいで充電に約8時間かかるのに対し FCV は走行距離が750キロとガソリン車並みな上に充電時間は3分と短く究極のエコカーとしてて期待されています FCV はものすごい性能を持った次世代の車なんですね。はい 水素ステーションはその FCV を走らせるための一般の車でいうといわばガソリンスタンドみたいなもののようです。 ではどういった経緯で水素ステーションを設置することになったんでしょうか。はい。ステーションの設置は県がトヨタ自動車と連携して取り組むのとスマートドライブプロジェクトの一環で企画されました。プロジェクトはのと一円でエコ観光を推進するため世界農業遺産のとの里山里海の活用策として2012年に始まりこれまでに電気とガソリンを使うプラグインハイブリッド車をレンタカーとして配備し専用の充電スタンドを整備しています。 次世代カー,ナー実在を導入し燃料の施設を確保することで、まあ、より自然に配慮して能登を周遊できるそんな環境を整えるための取り組みなんですね。はい、そうです。県は水素ステーションの整備に合わせてガソリンを全く使わない FCV のレンタカーも導入する方針で能登を周遊する観光客にエコドライブを周知しています。25日には七尾市で開幕した世界農業遺産国際会議で谷本正則知事が水素ステーションの設置を表明しました。 地球温暖化防止の取り組みどんどん進むといいですねそうですね政府は2050年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指す中で水素燃料を欠かせない技術と位置づけています次世代車の投入で脱炭素化が加速,加速されることが記載されていますこの時間のニューストピックスをお送りしました